おはようございます。4月20日朝4時21分の相場解説になります。いや昨日もねびっくりしましたよね。やっぱりね130円に向かうだろうなと思っていたんですが、私はねこの辺で小刻みな利確を皆さんにお勧めしておきました。しかしですね、昨日大きな陰線でヒゲが出たでしょ。今日そのこともね解説に入れておきますけども、この陰線がですね、陰線のヒゲ、下ヒゲがですね、ケーキになってズバンと上に突き上がる、まあ、そんな予感を感じた方もいたんじゃないかなと思います。ヒゲの解説相当しましたよね、私ね。ですんで今回はこのヒゲと思ってエントリーしていただきたかったかなと思います。こちらをご覧ください。まずは日足をご覧いただくんですけども、1本が1日です。これ直近の日足が一番伸びてますよね。つまりは最も顕著な売上になっていたはずなんですよ。この移動平均線の急激な上昇っていうのはほぼ垂直に伸びてると言ってもいいんですけども、これはですねやっぱり最後の1日、こちらの伸びがかなり影響してるんじゃないかなと思いますけども、まあここのところね倍でいって負けた人はいないでしょうっていう話になります。さあそこでですね、4時間の方に、軸を移していきたいんですが、4時間で見ると確かにここで下の方に向かいました。そしてここで一旦整理されてですね、新しい局面に入ったよっていうところでズバーンと上昇して、この力点を抜けてですね、まずここのゾーンを抜けて、ゾーンを足踏みに足がかりにしながら上昇したところが見て取れるんではなかろうかと思います。それからというものをまたね勢いを増して上昇していったっていうのがここ、まあ数日で起きたことなんですよね。まあ、今日がですね、水曜日ですから、月火の顕著の動きっていうのは、多からず少なからず利益をもたらしてくれたんではなかろうかと思います。今週10万利益取れましたって人からね、また連絡来ましたよ。で、私の相場解説、最初は再生回数かなり多かったんですけども、現在は50人に満たない人数になってます。でも、利益を取っていく人の人数は逆に濃くなりましたね。逆に言うとね、ちょっと前まで、今年の頭まで再生数が100前後あったんですよ。この3ヶ月間で、しっかりと勉強してきた人は、さらに稼げるようになったんで、私の相場解説がね、まさにしゃぶ漬け状態になって見なきゃ気が済まないってことになってると思いますけども、逆に、昨年の基礎講座ですとかね、中級編だとかっていうのを投げ出した方が、惰性で私のを見ていても、やっぱりね、理解できずに、たくさんの利益を上げましたよっていうことが、いまいち納得できずに、俺は利益取ってないんだけどねみたいな感じで取り残されて見るのをやめちゃってる方もいると思います。まあこういった形で振り落とされているわけなんですよね。まあですんでね、今私のこのね相場解説をご覧になってる方、やっぱり多少なりとも勝ててると思いますし、少なくとも勝てる確信がかなり強くなってきてると思うんですよ。ですんでね、この辺でしっかりとまたね力をつけていただいて FX をマスターしていただきたいかなと思います。特に2022年、今年はですね、何としても FX をマスターする年にしましょう。ね。もうすごい世界が待ってますからね。じゃあ次です。最後の1時間軸なんですけども、ここで大きな下髭が出てますよね。ここを契機に大きく上がるぞっていう風に感じれたあなたはすごい。ね。そっから1円ぐらいズバッと上がりましたからね、ここで。だからね、この髭を見てエントリーしても取れるわけですよ。128円の080から、もうここ。おおよそ129円のところまで取れていけるわけなんですよ。うん、だここは取っといてくださいよって話ですからね。うん、まあでも本当はね、水平になったところからですよ、ここ。ここでブレイクアウトかますとか、ここでブレイクアウトかますとかっていう風な、やっぱレンジがいちいち引けないとダメですよ、レンジが。ね。現在ここにはレンジがありませんけどもね。でも過去にはレンジがあって、小さいこと言えば、これもレンジといえばレンジなんですよ。まあこんなところね、気にしたらキリがないんで、ここは見ないんですけども。でも、レンジが引けるからブレイクアウト、レンジが引けたからブレイクアウトっていう繰り返しで取っていかないと、これトレンドはね、捕まえきれないと思いますよ。うん、ということが、今日の相場解説ですかね。はい。じゃあ、これからも言うまでもなく、ロスカットを食らうまでずっとバイで、今週も追撃してきますからね。で、十分勝った人はもう無理に行く必要はありません。勝ちを確保して、1週間単位で勝ち越していきましょう。その週が勝ち越しならば、それを40週間積み上げれば、1年間の勝ち越しが決まります。しかも、かなりの勝ち越しになりますよ。毎週勝って40週ですからね。
で、まだ勝てない人っていうのは、これから水曜日も始まりますし、木曜日、金曜日とありますので、ロットを調整しながらね、しっかりと売り上げを取っていきましょう。本日は以上です。バイでいきましょう。